続きまして日本グランプリでコローニからスポット参戦する、服部直樹選手 F1 初ドライブの映像がイタリアから届いています。どうぞ。10月8日コローニチームの地元でもあるイタリアのマジョネサーキットで服部は念願の F1 のコックピットに座りました。初走行ということもあっていくつかのトラブルに見舞われましたが、服部にとってこの日の47周はきっと鈴鹿での走りに生かされるでしょうね。思った以上に乗りやすいんじゃないかな。すごいやりがい出てきましたから今日乗って、だからそうですね、すごい自分も期待してるし、ちょっとは期待してもらっていいかなみたいなところ、まあ頑張ります。という服部選手、超えなければならないハードルはたくさんあるでしょうが、10月20日の決勝グリッドでぜひその勇姿を見たいものです。以上 F1 ワールドでした。